ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は2月16日世の中の出来事について触れてまいります。1942年のこの日、北朝鮮で金正日が誕生しました。1976年のこの日、ロッキード事件の証人喚問が行われ、小佐野賢治氏は記憶にございませんを連発し、この年の流行語大賞となりました。青洲学園で女優デビューした滝川由美さんが1951年のこの日、この世に生を受けました。1970年のこの日、中村ゆまがこの世に生を受けました。代表作にはスケバンデカ3があります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。